報、立会車検の松岡モータースがお送りします。 KBC お天気センター、石橋さん。はい、後半は雲が広がりまして、今のところ金曜日が雨になりそうですね。あ、週末はちなみにどうですか、今週。そうですね、一応曇りでですね、まあ、悪ければまあ一時的に弱い雨の降るところがあるということですよね。はい、よろしくお願いします。はい、九州北部地方はこれから今夜にかけても雲の多い空模様が続きます。そして明日は高気圧に覆われて朝晩は晴れますが、日中は気圧の谷の影響で雲が多くなります。ただ雨の降ることはありません。明日朝の冷え込みは今朝よりも少し強く、内陸部では遅霜の降りる恐れがあります。農作物の管理にご注意ください。日中の最高気温は今日と同じか少し低く、13度前後の見込みです。なお、あさって水曜日まではおおむね晴れますが、木曜日以降週末にかけては雲が広がりまして、金曜日は雨が降る見込みです。おしまいに、海上では波が高くなっていますが、今夜は次第に収まってくるでしょう。お天気です。ありがとうございました。愛車をチェック。診断後ご自分で選べる安心車検システム。さらになんと納得価格。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-884499。 車検といえば松岡モータースで決まり。 KBC 天気予報、松岡モータースがお送りしました。今年の5月ですけども、はい、日食が日本全国で見えるんですか。ああ、はいはい。5月21日の朝なんですけど、日本全国で天気が良ければ見えるそうです。で、この部分日食、はい、それからね、福島から鹿児島の太平洋側では金環日食が見られるということですね。これは珍しいですね。珍しいですね。あの金環っていうと、うん、結局ね、宮崎でも美味しいたまたま金環だから、ね、金環日食になられてると金の間ですね、それはね、あの日食に関して、ね、あれだって月がまんまかぶって、そうですよ。で、リングみたいになるんですよね。そう、もう金環って言ったらもうこれはね、なんか、うん、あれリングに見立てて、うんうん、プロポーズする人とかもいるらしいですね。日に、はい、多いだろうな、5月21日確か、かなな、ハイパーメディアクリエイターの高城剛さんは、うん、それでプロポーズしたとか、そういう話がありましたけれどもね。いかに、そうですか。その日なんですよ、ね。ただね、気をつけてくださいと、はい、肉眼で決して見ないでくださいと。あ、なるほどなるほど。やっぱりそういうのっていうのは、うん、あの黒い下敷きとかああいうやつで見ないと、うん、日本天文協議会のですね、日食委員会というところあるんですね、これね。そちらの大西副委員長という方はですね、はい、肉眼でちょっと非常に危険な専用の日食グラスを使ってくださいと。あ、そういうのがあるんですか。今から3年前の7月部分日食、皆既日食見られたんですが、その際もですね、視力が低下したりなんかの日食網膜症になったケース。把握できただけで14例あったんですね。あの皆既日食の時すごかったですね。あの10時50分ぐらいになって、見たもん、あの外出たら本当に、うん、あの薄暗くなってましたよね。見た見た。天神が天の岩戸に入ったっていうのはこういうことだったんですか。いや、でもそういう風に言われてるらしい。あ、そうなの。あの日だったの。あの、そういう太陽が入ったみたいな。そうなの。で、金環日食はですね、皆既日食よりもはるかに明るくて多数の被害の発生が懸念されます。そうですか。で、日食グラスっていうのはね、安いものだったら1個100円程度で売ってるんですって。あ、じゃあね、そういうの買ってやっぱ見たいですね、うん。で、雲がね出たからって日食グラスを一時的に外すのも危険だ。十分注意してほしい。こういうことさ。いやー、そういうのでね、視力というか網膜に、うん、ね、そうなんですよ、負担をかけるっていうのはちょっとね、あれですかね。これね、全国の高校などにも気をつけたいっていう文章を配布するんですって。呼びかけるんですね。で、金環日食が起こるのはね、月曜日5月21日月曜日の午前7時半前後の通勤通学時間帯だから、その路上で見てると交通事故に遭う恐れなんかもあるから、あ、今回ね、そういう時間帯の特に気をつけてね。あ、わかりました。周りと、それから自分の目に気をつけて、はい、そういうことですね。早めに気をつけて、夜にお気をつけていただきました。
ある日膝や肩に痛みを感じて、それがずっと悩みの種という方多いんじゃないですか。膝の関節が痛くてダメなの。買い物に行くと長く歩いたり階段もあるでしょ。本当につらいわ。肩が痛くて洋服を脱いだり着たりするのもつらいのよ。それだけで出かけるのが嫌になってしまうわ。肩や膝関節に痛みがあると何をするにもないですよね。体験完成薬所の通算糖をお試しになってはいかがでしょう。通算糖は5つの生薬を配合した医薬品です。肩の痛みだけではなく膝関節や手足の痛みなどを徐々に和らげてくれます。まずは無料試供薬から始めてみませんか。お申し込みは 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。山に登る、お豆腐は山、数字でドン。先月福祉リフレッシュしましょう。まずはその場で軽くとについてホワインの検査官お会いたお友達にまずこのくっからこれは1個でもうお前1個でこのままチューくだらないよお前それ明かれちゃったよくだらないよちょっと待ってください。ちなみにね今日はねカメラ発明記念日なんですよ。カメラ発明記念日、じゃあもうズバリいきますよ。カメラ発明記念日だったらもう世界で一番カメラを集めているコレクターが持っているカメラの数。違います、258個っちゃいけないよそれ。わかりました。じゃあ行きますよ。一番世界でレンズがついているカメラのレンズの数が158個。正解。どういう当て方してるの。いや意外に普通に当たってる。当たってるじゃない。いやもうこれぐらいかなと思って。素晴らしい。ちなみに今日はですね、はい、1839年の今日、フランスのルイ・マンデ・ダゲールという人が写真機を発明したことからカメラ発明記念日になったんですね。え、ちょっと待ってください。そのなんていうか、えカメラを発明したのはそのフランスのルイ・マタゲさんっていう。マタゲじゃねえよ、マンデだけ言うてよ。お前何の意図的に、なんでマタゲなんだよ。マタゲさんはすごいだろ。そんな人物なんだよ。安心的にはしかしフランスマンデだけ言うフランスのマンデだけ言うさんがカメラを作った。そうなんですよ、みたいですよ。はい。でこの158個というのはギネスに認定されている世界で最もレンズの多いカメラ。なんとカメラを作ったのは名古屋工業大学の石野教授らのグループですね。その158個レンズがあることによってそのカメラがどうなるんですか。これ石野教授という方はですね、はい、燃焼工学、燃やすの燃焼、燃焼工学が専門でいらっしゃって、炎を詳しく観察したいっていうので、研究用に作られたそうです。その158個レンズがついてるカメラをですか。まず炎を立体的に観察したいということで40個のレンズを備えたカメラを開発しました。はい。その後40個ずつレンズが並んだカメラを縦に4つ並べ、ほぼ半円状の158眼レンズカメラを開発しまして、このカメラで炎をあらゆる角度から捉えて撮影することができて、炎の3次元断面図の計測などに使われることになったということですね。すごい。だからもうあの真ん中にろうそくの火をつけてて、周りずらーっと
ですよね。なんかね、どっから見ても同じじゃないかって思ってしまう。違うんだろうな。だって炎は花火と一緒でどっから見ても一緒じゃないかと思うけどね。どうですか中島さん的には。いや、それはやっぱりこっちからは平らに見えても、うん、向こうからは丸くなるとか、うん、なんかそんなないじゃろ、そういうことは。どっから見ても俺誕生日の時に思いますけどね、どっから見ても一緒なのかこれ。そこはみたいな。すごいですね。すごいね。普通ね、炎の3次元断面図の計測にはレーザー計測が使われるそうなんですが、コストが150億円かかるということで、それはあまりにもかかりすぎるということで、この158眼レフカメラを使うことで成功したいや、研究する人はね、お金のこと考えないから。150億円のレーザー計測って何なんだこれはって。一回いっぱいしたらすごいですね。いやいや、もう研究というのはすごいですね。本当に最後に心を、チームワークに笑顔を、経験に誇りを、仕事にやりがいを、何より生きることに喜びを。介護の魅力、クレアの感動があります。福祉にずっとまっすぐ、介護事業の福井です。車買取ガリバーのネット査定はきっと。車の買取？すごいけど電話の方が早くない？え？査定はとってもスピーディー。携帯からも OK の0120-22-1616 ガリバーです。今日もゲスト、今日はね、あのお二人お迎えしております。はい、はい、去年のね、秋にも一度来ていただいたんですけども、ソノダバンドから今日は園田涼さんと厚田佐藤さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。6人いらっしゃるんでね、大変来ると大変だっていう。そうですね。この前はでも結構な大人数でしたよ。対して先週末に比べて15銭円高ドル安の83円38銭から42銭で取引されています。またユーロに対しては56銭円安ユーロ高の109円79銭から80銭で取引されています。一方、東京株式市場日経平均株価は先週末に比べて12円16銭高い1万141円99銭となっています。またトピックス東証株価指数は 1.62 上がって868.35 となっています。続いて気象情報です。気象情報は、気象予報士の佐々木さとみさんとお伝えしていきます。こんにちは。よろしくお願いします。今日東京晴れてますけれども、冷たい風がですね、ジャケットの背中をこう強く押すような、吹くような感じの天気ですね。空気ちょっと冷たいようですね。そうですね、ちょっと思わず肩に力が入ってしまうような空気となっていますね。はい、日本付近は縦縞模様の冬型の気圧配置となっていて、はい、冬に戻ったような天気分布となっています。この時間も新潟県から北海道の日本海側には雪雲がかかっていて、北ほど荒れた天気となっています。現在暴風雪警報が北海道の石狩北部、留萌中部、南部に出ています。明日の明け方にかけては猛吹雪となる恐れがあります。このため見通しの悪い状態が続きそうです。吹き溜まりによる交通障害にもお気をつけください。その他全国的によく晴れているところでも北寄りの冷たい風が吹いて、ともに冷たい空気も入ってきていますので、気温も平年を下回っている状況です。はい、暖かい日があるとかと思うとやっぱり寒くなって、なかなか暖かさが続かないような感じがするんですが、どうなんでしょうか。この先もやはり一気に季節が進むということはない見込みです。はい、春本番はまだ先と言えそうですね。暖かく
くなる日はあるんですけれども寒気が流れ込んで寒さが戻ることはまだこの先もありそうです、はい、そして今週の気温様子を見ても明日はまだ平年を下回るんですが明後日水曜日そして木曜日にかけては気温は上がる傾向です、はい、木曜日関東から西では15度以上まで上がっていきそうです、はい、でその先金曜日土曜日には広く雨となってその雨の後に少し寒さが戻ってきそうです、はい、まあ、今週も気温の変化が大きくなりそうですね、はい、まあ、この先も寒くなったり暖かくなったりを繰り返しながら少しずつ春本番へと向かっていきそうです、はい、では今日これからの天気です。沖縄地方今日の日中いっぱいはよく晴れるでしょう。九州中国四国近畿地方今夜にかけても晴れたり曇ったりで天気の崩れはなさそうです。東海北陸関東甲信地方北陸では新潟県の山沿いを中心に雪が降りそうです。東海から関東甲信地方は風は収まるんですが夜は南側の地域でにわか雨がありそうです。東北北海道日本海側では雪で吹雪くところもありそうです。太平洋側でも一部雪の降るところがありそうです。この時間のニュースは鈴木圭一郎そして気象情報は佐々木さとみさんでした。時刻は3時10分になります。10分になりました。ながらラジオ3時台柿沼拓と西山千恵です。さあこのテーマですね、毎週金曜日にお送りしている金曜旅クラブの旅に出ようよのテーマソングです。先週金曜日に、旅に出ようよお届けできませんでした。そこで今日この時間にお送りいたします。いつものように旅の専門家の方にプレゼンターとしておすすめの土地の魅力産物見どころなどを紹介していただきます。今日のプレゼンターはトラベルライターの川崎久子さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。さあ早速ですが今日は多くの文人を魅了した城下町金沢を訪ねるということで石川県金沢市の旅のご紹介ですね。はい、本日は金沢市についてお届けしたいと思います。金沢市は石川県のほぼ中央に位置する人口およそ46万3000の都市です、はい、市の東部には東部は富山県と接しておりまして、はい、南部は奈良岳をはじめとした山地で西側には日本海というような変化に富んだ地形になっております。はい、はい、で市街地には犀川と浅野川が流れています、うん、ちょうど犀川と浅野川の間に挟まれるような形で城下町が広がってますよね。そうですね。で加賀百万石の歴史を誇る町ということ でこの町ではですね多くの文人が生まれましてで多くの作家が訪れた町でもあります。で金沢が舞台の小説を手に歩く城下町の町歩きの魅力を今日はご紹介したいと思います。はい、このつながるラジオのホームページつながる写真館では川崎さんが旅先で撮影した写真を何枚か紹介しています。そちらも合わせてご覧ください。はい、今日の放送に期待を寄せている方々からもすでにお便り届いてますね、はい、ご紹介しましょう。愛知県の宮城陽子さんです。雪吊りも初されてこれ兼六園の雪吊りでしょうね、うん、木々も春の装いを見せたことでしょう。金沢の旅はもう40年くらい前、夜行に乗って早朝駅に着き兼六園へ行ったことを覚えています。今日はどんな旅のお話が聞けるのでしょうか。メモを手に放送を待っています。はい、そしてこちらはですね福岡県春日市の入江達子さん74歳の方。金沢へはツアーで行きました。北陸の小京都金沢市、人も街も落ち着いた素敵な街でした。ゆったりとした金沢弁大好き。茶道が盛んということで和菓子も美味しいものがたくさんありました。そうなんです、綺麗なね細工の方ありますよね。それからこちらは新潟県のゆうじさん10代の男性の方です。今日の旅に出ようよ石川県金沢市ですね。兼六園や城下町があって素敵な街並みだと思います。一度も行ったことがないのでいつか行きたいですと、うん、10代の、ね、若いゆうじ君も思ってますのでぜひね耳寄りな情報をお願いします。はい、はい、今日は3つのテーマに分けてご紹介いただきましょう。テーマその1、私のおすすめどっぷり浸かろう文学湯治。なんと、湯治というのは、まあ、温泉にね使って湯に使って、まあ、治療をするというような、ね、ことなんですけども、今回浸かるのは湯じゃなくて文学。文学湯治というね、川崎さんならではの言葉ですね、はい、さあどんなおすすめが出ますか。テーマその2、金沢の名所。